ああ、シダマナちゃんってもうこんなに大きくなったんだな。しっかりしてるよね。ああ、本当だな。お父さんもう寝る感じ？あ、もう寝るわ。ちょっと話があるんだけど。なんだよ、話。いいからいいから。なんだよ、お前、紹介したい人がいるとか。ああ、違う違う、そうじゃないんだけど。なんだよ。私もそろそろ自立しようかなと思って。自立？一人暮らししようと思うの。一人暮らし？そんな急に？あー、まあでも、そうか、もう30だもんな。うん、そうか、まあまあまあ一人暮らしな、うん、いいんじゃないか。うん、だから来月から一人暮らし始めます。来月寂しくなるな。だからお父さんとお母さんは出てってなんて。だから来月から一人暮らし始めます。それはわかる。だから出てって。それがわかんないんだよ。え、お父さんとお母さんが出てくの？そうでしょ。そうじゃないでしょ。3人で暮らしてるんだよ。うん、一人暮らしがしたいんだよ。お、算数苦手、道徳苦手常識がないよ。子供が出てくんだよ。いや、私一人暮らししたことないんだよ。うん、慣れてるとこじゃない。不安じゃん。甘やかしすぎたな。お母さんいいって言ったよ。母さんいいって言ったのか。もう母さんを何でもあなたのやりたいように好きなようにやりなさい。独裁者かお前は。母さん呼んでこい。家族会議だ。もう寝てるもん。起こせ起こせ。かわいそうじゃん。起こしたら子供に出て行かされるのとどっちがかわいそうだよ。ごちゃごちゃ言うけどさ。ごちゃごちゃってお前。家具家電は全部置いてていいんだからね。お前が使いたいだけじゃないか。いや、あの家入んないと思うんだよな。あの家ってお前ここに住みたいんだろ。いや、だからお父さんとお母さんの新しい家は入んない。勝手に借りたのかお前。いいとこよ。ならお前が住めよ。いや、私はここがいいの。なんでそんなにこの家にこだわるんだよ。だって辻が丘だよ。だからなんだよ。かわいいじゃん、辻が丘フラワーマンション。そんな理由で？住所可愛いから私はここがいいの。父さんだって怒るぞ。一人暮らしがしたい。だからだったらお前が出てけ。でもここがいい。だお前が出てけ。一人暮らしがしたい。お前が出てけ。でもここがいい。ダメだ、出てけ。一人暮らしがしたい。でもなんてやっちゃうかないわ。相撲で勝負だろ。相撲？相撲？相撲で勝った方が相撲。お前本気で言ったらやるやるやる。あっきょーい。そうだろ。頑張って。この家から押し出ししようとするな。何してんだここばっかり。周年は首が弱いから。父さんの弱点を狙うな。大体住所が理由ならマンション隣の部屋空いてるだろう。え、そうなの？そこ住みなさい。あ、いいじゃん。うん、あ、じゃあそうするわ。おやすみ。絶対ピンポンダッシュしてやる。